初代ストラフォード伯爵ジョンビングは、イギリスの陸軍軍人、政治家、貴族。フランス革命戦争やナポレオン戦争に、イギリス軍指揮官の一人として従軍した。最終階級は、陸軍元帥。1835年に、ストラフォード男爵。1847年に、ストラフォード伯爵に除された。1772年。 庶民院議員ジョージ・ビングとその妻案の4、男として生まれる。父・ジョージは、初代トリントン子爵ジョージ・ビングの4男、ロバート・ビングの長男であり、母案は、初代ストラフォード伯爵トマス・ウェントワースの外孫に、当たる。1793年9月30日に、第33代不評連帯に少尉として入隊。同年12月1日に、中尉。 1794年12月27日に大イに昇進した。1795年には、フランス革命戦争のフランダース作戦に従軍するため、オランダに派兵され、ゲルダーマル戦での戦闘で負傷した。その後、アイルランド南部地区のリチャード・バイス将軍の副官となり、1798年のアイルランド反乱の鎮圧戦に参加して、再び負傷した。 1799年12月28日に第60不評連隊の勝者となり、1800年3月18日には第29不評連隊の中佐に昇進した。1804年8月11日にはスコットランド第3この不評連隊に移動した。ナポレオン戦争にも従軍し、1805年のハノーファー遠征、1807年8月の コペンハーゲンの戦い、1809年秋のワルヘレン作戦に参加した。1810年7月25日に大佐に昇進した。1811年9月には半島戦争に派遣され、ローランドヒル将軍率いる師団に属する旅団の司令官を務めた。1813年6月4日に少将に昇進。1814年2月のオルテズの戦い。 1814年4月のトゥールーズの戦いに参加した。ナポレオン復権後の1815年6月のカトルブラの戦いとアーテルローの戦いにも第2このエリョ団を率いて参加した。ナポレオン敗退後も1819年までフランス占領軍として大陸に止まった。その後は北部司令部司令官に就任した。また1816年から1819年まで。 第4西インド連隊、1822年から1828年まで、第2西インド連隊の名誉連隊長に就任した。1825年5月27日に中将に昇進した。1828年から1831年に、かけてはアイルランド最高司令官を務め、また1828年から第29、不評連隊の名誉連隊長となる。 1831年から1835年までプール選挙区から選出されて保育党の庶民委員議員を務める。同時期保育政権が推し進めていた選挙法改正法案の可決に尽力した。1832年6月15日には名誉職のロンドンデリー総督に就任した。1835年5月に連合王国貴族爵位。 ストラフォード男尺に除せられ、貴族院議員に列する。1841年11月23日に、大将に昇進。1847年9月には、連合王国貴族尺院フィールド司尺とストラフォード、白尺に除せられた。1850年8月には、コールドストリームガーズの名誉連隊長に就任。1855年10月2日に、 陸軍元帥に昇進。1860年6月3日に、ロンドングローブナー広場で死去。爵位は、長男ジョージ・ビングが継承した。1835年5月12日に、以下の爵位に除される。1847年9月18日に、以下の爵位に除される。1804年に、メアリー・マッケンジーと最初の結婚をし、彼女との間に、以下の一難を設けた。 1806年にメアリーと死別し、1808年にマリアンヌ・ジェームズと再婚し、彼女との間に以下の一男三女を設けた。ありがとうございます。